皆さん、こんにちは。こんにちは。ママカイナです。ダイナマイトマリーです。ちゃんちーです。はい、よいしょ、頑張っていこうということで、はい、今日はね、ちょっとみんなに報告があって、動画を撮っています、今。結論から言うと、少しの間、YouTube での活動を休止させてもらいます。まあ、結構ね、ちょっとみんな、なんでって思う人もいると思うし、うん、何のためにするかっていう感じなんだけど、うん、まあこれは私たちのこれからにとってすごい大事なことだし、そのちゃんと意味があってすることだから、うん、まあその理由もね、今日ちゃんとみんなに正直にちょっと話そうと思って動画を撮ってるので、まあ最後まで見てくれたら嬉しいです。お願いします。まあ今ってさ、うん、結構さ、普通にやってもさ、やっぱアイドルもすっごいたくさんいるし、うん、まあ、その、売れるのが難しい時代じゃん。まあそんな中で、まあ私たちは結構、その、AV 実況だったりとか、24時間30日配信とか、うん、あと日本全国使って、日本語した。まあ結構ね、そう、そうね、過激なね、こととか、結構体張ることもやってきて、まあその分結構コメント欄とかでもね、きつい言葉を言われてしまうことも多くて、ね、まあでもそもそも私たちって、その、ブルーゴーツっていうアイドルグループとして、うん、その3年で横アリを満員にするっていう目標があって、うん、その目標を、その、達成するために、うん、その、YouTube も頑張ろうって決めたじゃん。うん、そうだね。まあでも正直言って、うん、その、全然うまくいかなかったっていうのが、まあ現実で、うん、このまま YouTube を今のままずるずるやっても、うん、良くないし、うん、まあ、多分私たち自身ももっとその変わらなきゃいけない部分がたくさんあって、うん、あと環境とかも変えなきゃいけないかもしれないし、うん、その場合によっては結構その YouTube にその関わってくれるスタッフさんがいっぱいいるじゃん、うん、まあその人たちも含めてそのチーム全員がもっと変わっていかないといけないんじゃないかっていう風になって、だから一回そのここで今までをね振り返って、その次また挑戦するための時間をもらいたくてちょっと休止するっていう形になります。YouTube での活動はちょっと一旦休止するんだけど、はい、そのブルーゴーツとしてのアイドルとしての活動は、まあ、休止はしないから、うん、ぜひ今後ともね応援してくれたら嬉しいです。まあ、私たちはそのさっき何回も言ったんだけど、うん、そのブルーゴーツっていうアイドルグループとして3年で横アリを前にするために活動しています。はい、だから、その、YouTube を見てくれるだけでも、すごい嬉しいし、うん、本当に見てくれるみんなには、すごいいつも感謝してるんだけど、まあ、もしよかったら、その、このね、活動休止の期間にでも、うん、ライブにね、うん、遊びに来てくれたら、うん、そうだね、すごい、私たちにとって、もう、そんなに嬉しいことはないから、ぜひ、ね、まあ、本当に、気が向いたら全然遊びに来てくれたら嬉しいです。嬉しいです。7月10日にね、私たち、うん、節目のワンマンライブがあって、やったー、サードワンマンライブ、3回目のワンマンライブなんだけど、うん、新宿でね、あるから、うん、まぁ、ちょっと、休み期間にでもね、そうだね。ちょっと、まぁ、いつでもいいんだけど、ね、まぁ、いつでも来てもらっていいんだけど、うん、まぁ、この機会にね、よかったら遊びに来てくれたら嬉しいし、ね、概要欄にも、リンク貼っとくから、まあ良ければね来てください。せっかくですね。そうそう。記念のワンマンライブ、うん、来てほしいね。待ってます。でまあ YouTube の方は、うん、ちょっとしばらくの間投稿が止まっちゃうんだけど、うん、ちょっと今どういう感じになるかとかも、うんね、全然まだ決まってないんだけど、うん、まあでも絶対復帰はするし、うん、その復帰した後はねまた一段と YouTube の方も頑張っていくから。うん、まあ、ぜひね、チャンネル登録でもして、うん、待っててくれたら嬉しいと思います。はい、お願いします。で、最後に、もう一回言うと、今日は、YouTube の方を
しばらくの間活動休止させてほしいという報告の動画でした、はい、で理由としては、まあ、YouTube の方向性をね、よくありを3年で前にするという目標に向けてちょっともう一回考えさせてほしいということで、うん、休止をさせていただきます、はい、なのでチャンネル登録でもして待っててくれたら、うん、はい、嬉しいです。またパワーアップしてね帰ってこようかな、ね、はい、ということでまた次回そうだね、うん、お会いしましょう、はい、頑張ろうね、頑張ろう、うん、言っとく、これ何なんだろうね、いつもえいえい、あー、それでは皆さんまた次回しましょう、次回しましょう自分を戒めるってことそれではまた次回お会いしましょうよーい、アクション